バッサッ。いや、今日はですね、何をやっていくかというと、初心者中級者におすすめする、こいつは使えよっていうキャラクター参戦をやっていきたいと思いますなわけで、まずね、チャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。さもなきゃね、このティックの口みたいにやばいことになっちまうぜ。はい、ということで、今日はですね、まあ、さっきも言ったように、初心者中級者におすすめする、まあ、キャラクター参戦ってことなんですけども、まあ、俺の中で、1万ぐらいが多分中級者なんで、1万トロフィーぐらいまでの人は、まあ、結構おすすめしてみましょうっていう感じですね。PS とかね、自分のプレイヤースキルというか、まあ、動きとかね、自信がない、僕はまだ上手くないけど、トロフィー高いだけなんですって方も、参考にしていただけるといいかなって思うんで、ぜひともよろしくお願いいたします。ということで、早速やっていきましょう。1体目は、ドルル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 取れるからいいんですけども、4000までの人が使えないってことなんで、まあ3位って形ですね。はい、いやいやい、ということで、まあティックね、まあ使い方なんですけども、ですね、まず、1、2っていうテンポを覚えてください。まずここにね、投げるじゃないですか。1、2。はい、これでもう動き、この見てください。この爆弾のところにね、敵が来づらいんですよ。1、2。で、必ず敵がこうやって移動するなと思うところ、だ下、上、みたいな感じ。トントン。はい、下、上。はい、これでもうかなりいい感じのね、まあ、当たり方になると思うんですけども、1、2。で、なんで3発目は投げないのっていう疑問にね、多分なると思うんですけども、それは、待って、てか、またこのトロタイで3で持ってるのエヴァクね。まあ、なんで3発目投げないのっていうことになると思うんですけども、3発目投げない理由は、ちょ待って、やばくね、これやばくね。つえ、OP 名。オーゲイ。で、3発目投げない理由は、近づかれた時とかね、リロードがなくなるとね、こいつ相当弱くなっちゃうんですよ。だから、1、2、3、ほら、もう投げれない。投げれないから一旦下がるしかないんですよ。ってなるんで、まあ、3発投げて敵をやれるんだったらいいんですけど、基本的にね、弾残しときましょうっていう形です。例えばここで1、2ってやって、やばい！あと一発でやれる敵が来ててやれないとかなるんで、そういう時が来ると思います。そういう時に、まあ、すぐ撃てるように3発じゃなくて2発。一発は残しとくっていう感じです。こんな感じ。1、2。この広範囲に行くのが強い。はい、はい、はい。ということで、1戦目、OK。はい、ということで、サッカーもね、強いんですよね。まず、こいつ、8ビットに強いです。はい。まず、8ビットにバカ強いんですよね。さあ、おいと、1、2ですね。1、2が基本ですよ、皆様。1、2ですよ。8ビットはね、マジで避けるね。やべ、おー、待て、もずくさん、頑張って、お願い。にゃー、やってしまいました。これはですね、射線を切ってないからこうなりました、僕。はい。申し訳ない。こんな感じ。で、多分ね、疑問に思う方、これです。このウルトのね、投げる場所。ウルトの投げる場所なんですけども、目の前にね、こうやって投げてあげる。で、こうすると、近いから、これね、遠いと、壊されちゃうんですよ。また、1、2。おぎ。いる。おぎ。1、2。これ。これよ。これが強い。ビビどこ。で、さっき言ったように、こんぐらいね、こうやってやるとね、敵にね、壊されちゃうことが結構あるんですよ。ちょっとこれは壊されなかったけどね。さあ、ビビちゃんが来たよと。さあ、ここ、1、2です。こうやって目の前に出す。これ。これでいいんですよ。目の前に出しましょう、顔は。顔ってある爆弾ね。必殺技は目の前に出す。これです。皆様、これをね、意識してやれば、君もティックマスターになれるで。よし。じゃあ、ここからちょっと、そのね、ポイントを触りつつ、やっていきたいと思います。で、基本的に、自分の得意なキャラをね、狙いましょう。例えば、8ビットとかね。
ちょっと苦手だなと思うやつは狙わなくて、こういうビビとか狙わなくていいんですけど、ちょっとやばいなと思ったら狙うことあったりです。Yes。 まあ基本的に当てづらいキャラとか、あの硬いキャラっすね、いる。オーケー、1、2ですね。1、2、1、2ができなかった。ほらこれがね、1、2ができないと当たんない時があるんですよ。強い強い、ガチ強い。おーげーい。あ、やべやべ、 OK じゃない。ちょっと待って、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 これ目の前に出したよ、おいおい、これこれこれ。今ね、遠くに出すとね、多分壊されてた、俺の顔が。おーげー、いけ、もずくさん、いけ、ナイスー、G。さあ、2体目はこちら、ドロリョ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 、パコー、なんでポコ。はい、まず当てやすい。めちゃめちゃ当てやすい。回復ですね。回復ができるのと、回復ができるのと当てやすいのがやっぱり一番の理由でございます。ほんとこれあれだよ。初心者、中級者向けだからね、いや、ポコかよと思う人いるじゃないですか。俺の中で1万までの人って、あの、エイムがね、できない。エイムっていうのは、例えばそのコルトとか、ブロックとかの弾が当たらない人とかいっぱいいると思うんですよ。だから、俺は8ビット入れてるんですよ。8ビットはちょっと難しいです。足は遅いし、もちろん効果力超強いんですけども、8ビットはまあそういうわけで入れてないです。ということで、このポコちゃんをね、使ってやっていきましょう。はい、ということで、サッカーからいきましょう。まあ、ポコの、まあ、そのね、強いところは、この範囲、見てこれ。もう当てれない人いる？これはもう当てれない人なんて絶対ないですよね。誰でも当たる。それが本当に強いわけ。さらにさらに、ポコっていうのは、レア度低いんで、出やすいんで、いつでも、しかも味方の回復、これもうできちゃうんですよ。これ本当にやばい。だから、あの、しかも、やっぱね、その、クリモとかやっぱ多いじゃないですか、こういうの。こういう的にも、やっぱ、初心者の人って多分、コルトとか、その、めっちゃ当てる系、こういうなんかもう当てる系って言い方欲しいけど、みんな多分近距離使うんですよね。近距離ばっか使うんで、それとすごい相性がいいから、ポコっていうのもあります。ちょ、動いてくんね。何？横ちょっとまずい。おーげ。おーげーいいぜ。ローサー、ローサー、ローサー。ローサーどこ、ローサーどこ。一旦回復しよう。一旦リロード回復します。で、これは、こうして、オーケーオーケー。もう回復がね、一番強い。行こう行こう行こう。オーケーオーケーオーケー。なんでこれ動かん、こいつ。なになに？ニッキス？ニッキスなんで動かん？これ回復。はい、これ。もうこれで十分。回復がね、マジでね、厄介なんだよ、敵でいると。しかも、カンストしてると、本当に強い。うわー、やっちまるよ。オーケー、これやれるな、多分。オーケー。で、ちょっとリロード。ポコ忙しすぎ。ポコ忙しすぎな、これ。オーケー、オーケー、オーケー。ちょっと当てるだけでね、結構、ポコっていうのは火力低いんで、こういうちょっと、待て。よいしょ。わー、助かった。もう延命してあげた。延命。ポコ延命。まあ、ポコ延命。オーケーオーケーオーケー。オーケー。で、ポコがね、まあ、やるとか狙うのは、嫌がらせですね。こういう敵が残り、あとちょっとの敵とかに攻撃したりとか、まあ、回復できなくしてやるとかね。そんな結構重要。火力低いんで、まずこいつ。ニキスちょっとウルト作ったやつやってくんね、と。まあ、モーティスとか狙うの結構いいと思いますよ。ポコっていうのは体力高いんで、基本モーティスにはやられないですね。ニッキスウルト持ちすぎじゃない、こいつ。飛ばれるって、本当に。おわば俺や。これニッキスのせいだね、俺だ。いや、マジか。俺が。オッケー。あれおい、やばい。え、あ、あ、勝った。おいー。てなわけで、次、エメラルドハント、いっちゃいましょうかね。ということで、いくよ。まあまあ、ポコっていうのはね、ミッドもできるし、最近だとね、サイドもできるんですよね。マジで、これ。ほんと強いだから。Hello！ はいはいはい。いつき、あ、ちょっとごめん、言わなかったよかったよかった。言ったらちょっとやばかったな。はいはいはい。あ、このね、ちょっと動かない敵を狙おうとしたけど、ちょっと詐欺？詐欺ってる。動かない詐欺された、今。オーケー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 。なんか似た、ちょっと自分の役割を間違えてるんではないかぐらいの勢いで、エイエイと、もう絶対上がらせんよと。ザベスとかにもね、結構強いっす、正直。オーケー。はい。で。シェリーと違って根っこが強いとかないんで、そこはまじ、気をつけてください。危ない、やべ。
まあ、あの近づいてもね、あのクラとかもあの強いんで、どうにか金玉やべえ、あ、言っちゃった、普通に言っちゃったもん。回復させてあげたいな。ちょ、このミットがさ、回復しねえんだわ、こいつ。まあいいや、俺がミットやるわ、次。こいつが死んだら、回復あげねえわ。回復あげませんの、いじめ。これ、いじめるわ、ちょっと、味方。回復あげねえわ。オーゲイ、あ、ナイス。俺が守るよ。はいはい、はいはいはい、オッケー、はい、オッケー。さあさあ、取って、さあ取って、オーゲイ、オーゲイ。もう回復、やば。取り替わる、これ。おい。待て待て、ちょっとうまい、ちょっとうまい。まずくね、これ。オーケー、ショー、シーレイター、ハッ。オッケー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 、ちょっとカモン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 、聞こえないのか。ボイスチャット欲しい、マジボイスチャット欲しすぎ。俺が守るお前を。いやー、ちょっと強い、マジ回復強い。てなわけでラスト1位、こちらドラえ山田 YouTube。 こいつもう山田 YouTube が一番強い。はい、もうなんでかっていうとマジで強いです。もうそれしか言えない。いくよー。もうほんとね、これこいつ一人いるだけで、うわっマジかって思う。カモじゃない、もうカモでももうこいつほんと強い。おいおいおい、パンチパンチパンチ、いくぞいくぞ。もう時代はね、プリモ。はいはいはい、なのでね、もうこいつが上来ただけでもう威圧感半端ないですからね、皆さんマジで強い。おれ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 、おい、わしゃパンチわしゃパンチ、ほんと強い。いや、もうほらほら、なにこれ、オートでもいい、オートでもよき、オートでもいい。もう初心者、中級者にも大歓迎。オートでもいいって神じゃね。おい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 、プリモパンチ、さらにこのウルト。I don't know。 さあ、ウルトを使うが、見てください、これ。こんな瀕死なのに、二人やるんですよ。バカ。もうバカ。超強い。まあ、本当に半端ない。半端なく強いんで、ぜひとも皆さん使ってください。イギアスト、ジョ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 。オーゲー。あ、ちょっと待って、ちょっと待って。やばいね。下が結構エグやばい、エグやばい。黒、黒ちょっと強いな。ちょ、黒ちょっと強い。危ない危ない。帰らせないよと。もうここにいるだけで帰、もう、いや、俺は帰らせないの、こいつ。おー、ナイス。ちょっと待って。やばいやばいやばい。やばいやばいやばい。やばくね、それ。オーゲーオーゲーオーゲー。いやー、オーケーオーケー。ナイスナイスナイス。マジナイスマジナイス。オーケーオーケーオーケー。サンキュー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 。サンキューサンキューサンキューな。オーケー、確保しよう。詰める。さあ、ここで俺がブロックのところ詰めます。で、上げます。ほらほら、下がるんだよ。見て、この全員下がるの。全員下がるか、俺をもう狙ってくる。もう前線上がっちゃう。そして救急車も鳴る。もう救急車も鳴っちまう。これはもう俺が取るしかない。おいー。あの、近づいたら、もうバチって。もうバチって。ウルトね、もうバチってやるだけで、もう完璧勝利。やばいこれ、はい、えぐい、あああオーゲイ、おお、あちゃ、ナイス味方、最後は味方がやってくれる。もう一人でこんな上がれるって、もうバカバカでしかない。よいしょ、おいおれ。さあ皆さん、どうすかこいつ、もうありえないでしょ。これです、皆様。これがブロールスターズ、プロスターです。さてさてとやっていきましょう。もうこれ、サッカーといったらプリモ。これみんな知ってるよ、絶対。みんな知ってるよね。もうあれだから。これはね、常識。いて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 、常識。サッカーといったらプリモ。おいおい、俺やればいい。俺、もう連打、あのね、オートでいいっす、正直。オートで強いから。オーケーオーケー、一やるわ。あ、結構、これやっぱ日本のね、肩に結構うまいんですよ、みんな。集めて、ウルト溜まったらもう確定演出。もう確定演出ですね。マリオカートでいう土管が金色になるっていうね、演出が始まります、これ。OK。おれい！はい、これ！はい、これ！もう一人でも入れたんですけども、味方がこうやって入れることもできるんですよ。見た、最後。三人が、あ、あ、俺を吸う、俺を吸う。強い、俺を吸うのは強い。ない、強い強い強い。いや、俺がいたらもっと強かったよ。まあ、プリモが強いからね、プリモは死んじゃうとちょっとダメなんですよね。もろは、もろは。あ、やべ、これ入っちゃうわ。ウルトダメちゃう、絶対入るから。OK? マジ？ちょっと一旦回復しよう、一旦回復しよう。パス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 。
ーマジか、確定しちゃったのにウルト返しされた。オーゲイ。はいはい、もうこれ勝ち。はい、GG。 ということで皆様分かりましたか、これが初心者が使っとくべき、これ使っときゃいいっていう3選でした。第3位はティック、第2位はポコ、第1位はプリモということで、皆さんぜひとも使ってみてください。ということでこんな感じでね、初心者中級者向けの動画がいいと思ったので、ぜひとも高評価とチャンネル登録ぜひともよろしくお願いします。皆様それでー、わだバイ。